はい。ちょっと待ってくださいね。ライブ配信が。はい、スタートしました。ということで。はい、皆さん、こんばんは。こんばんは。はい。本日はご視聴いただきありがとうございます。えー、寄付のニューノーマル、社会投資型の寄付文化を沖縄から。ということでですね、えー、琉球フロッグスとエンカレッジがタッグを組んで開催しております。えー、本日、司会進行を務めます、琉球フロッグスオーガナイザーの平良太です。よろしくお願いします。 はい。そして本日はですね、二人ゲストをお呼びしております。じゃあ簡単に自己紹介をしていただきたいと思います。まずはじゃあ、えー、フログス、アキラさんお願いします。はい。皆さんこんばんは。遅い時間にお時間いただきありがとうございます。株式会社フログス代表の山崎アキラと言います。あの、株式会社フログス自体は2017年に作ったばっかりの会社なんですけど、今日はあの、ご紹介させていただく流気フログス。こちらをですね、私13年今継続してきています。えー、今日はぜひよろしくお願いします。 はいよろしくお願いします。はい続いて円カレッジの村浜さん簡単な自己紹介よろしくお願いします。はいよろしくお願いします。私はえっ、ー、と円カレッジの、えー、法人事業推進担当としてあの円、ー、カレッジがやっている子どもたちの支援をまあ、外部に広めていったりとかあと新たな事業とのタッグを組んでいくような、えー、担当をさせていただいています。まだまだあの広がっていく支援だと思っていますので、えー、これをきっかけにどうぞよろしくお願いいたします。 はい。よろしくお願いいたします。はい。えっと、こちら、寄付、えー、寄付のニューノーマルということなんですけれども、えっと、実はですね、この左上に、あの、ギビングディスセンバーという、まあ、ロゴがあるんですけれども、えっと、毎年12月が寄付月間ということで、日本全国で寄付を推進する月になっております。こちらのイベントですね、この寄付月間の賛同企画として認定されました。 えっと、こういった形でですね、えっと、本日11月10日第1回目なんですけれども、えっと、21日、そして12月5日の3回連続でトークイベントを開催していきます。えー、本日が第1回目となっております。でですね、本日のまあ内容についてなんですけれども、こういった流れで進めていきたいと思います。まず最初に、なんでこの寄付イベント、 開催しようと思ったのか。でも、この経緯を簡単に紹介して、で、じゃあ実際日本の寄付文化って今、どんな状態なのっていうところも簡単にご紹介しようと思います。その後ですね、今、今日、えっと、エンカレッジと琉球フログス、二つの団体を、えっと、お招きしてるんですけれども、まあ、教育であったり、貧困であったり、そういった、えっと、沖縄の課題を、に対してアプローチしている団体なんですけれども、実際にじゃあ現場の 方々はどういうふうにこの課題を見ているのかといったところを事前にインタビューしてきたのでその様子をご紹介したいと思います。その後に実際にじゃあその課題に対してどんなアプローチをしているのかという視点から活動紹介をしていただきたいと思います。そして最後にこれから目指すことということでトークセッションを行っていきたいと思います。ギュギュッと1時間に収まってますのでもう早速進めていきたいと思います。はい。じゃまずですね、この寄付イベント、まあ寄付のニューノーマル開催の経緯なんですけれども えっと、実は私ですね、今年から琉球フロッグスのファンドレイジングを担当しておりまして、いろんな寄付者の方のインタビューを行ってきたんですけれども、ある寄付者さんの一言っていうところはすごく印象に残っていてですね。まあ その方は沖縄県出身なんですけれども、小中高まで、大学まで沖縄にいて、今は県外にいらっしゃるということで、何かしらこういった沖縄に恩返しがしたいと、沖縄にルーツがあるからこそ沖縄に恩返しがしたい。それで寄付先を探していて、えっと、琉球植物であったんですってお話をしてくださったんですね。で、この方以外にも、 えっと、沖縄出身ではないんですけれども、沖縄で働いていたことがあって、そしてその沖縄に何か恩返しがしたいということで寄付してくださった方、もう一人いたんですね。なのでその時に、あ、もしかしたら、この沖縄に何かしらゆかりがある。だから恩返しがしたい。でも今は住んでいないからどうしたらいいんだろう。あ、寄付っていう形で何か恩返しがしたいなって思ってる方って、意外とたくさんいるんじゃないかなと思いました。そこで、この琉球フロッグスだけじゃなくて、沖縄っていろんな課題がある。 そのいろんな課題を解決するために取り組んでいる団体同士で一緒にこの沖縄から寄付文化を作っていく、盛り上げていくっていうことをしたい。ということで今回エンカレッジさんとタッグを組んで開催しています。で、来年以降ですね、この 2,、えー、と2つの団体だけじゃなくてもっといろんな団体も巻き込みながら寄付文化を作っていけたらいいなということで、その第1回目が今日開催されるということです。はい。 ということでですね、まあ、じゃあ、その前に、日本の旧文化って一体どんな動きなのっていうところを本当にささっと簡単に紹介したいと思います。えー、こちら、えー、とファンドレイジング協会ですね、2017年に発行した寄付白書の中から持ってきたデータなんですけど、ちょっと数字ちっちゃくて見えづらいかもしれないんですけれども、2009年から2016年までの、えー、と動きというものを、えー、と掲載している資料になります。ももともとですね、まあ 2009年はまあ規模が5455億円だったものが2016年には7700億までえと市場が伸びてきているということでだん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 この日本の中でも寄付文化というのがえと浸透してきました。まあ、その引き金となったのが2011年ですね。東日本大震災で日本中の人がまあ寄付をするっていうことを実際にやってみたっていうところからこの寄付をする文化が根付いていったというふうにまあ言われているんですけれども一方でじゃあ 他の外国ですね。一番右側にあるこの札束のイラストが書かれた部分なんですけれども、これ日本とアメリカ、イギリス、韓国4カ国で個人寄付の総額を比較したものになるんですけれども、GDP に対してどれくらいの寄付が行われているのかっていう比率なんですけれども、これ寄付金額だけを見ると、まあ韓国より日本多く見えるんですけど、 この比率で直すと日本0.14%、韓国0.5%、イギリス0.5%、アメリカ1.4%というふうに、この比率で見ると日本ってまだまだ他の外国に比べると、えっと、寄付文化っていうのがまだまだ発達している段階途中というふうになっています。なんですけれども、皆様もう耳慣れてきたと思うんですけれど、クラウドファンニングが浸透してきたり、あとはソーシャル IP o まだまだ、えっと、これからっていう感じなんですけれども、 今までこの経済的、まあ、収益性っていうところは企業価値として判断されてきたんですけれども、そこに社会性、どれだけ社会にいいことインパクトがあるかっていったところを軸にしてソーシャル IPO というものが作られ始めています。こちらもまだ基準はまだまだこれから、えっと、精査されていく、まあ、これからの動きになるんですけれども、そういった社会の中で投資、 社会投資の動きが出てきているという現状があります。といったところで、まあ、この沖縄からも、この社会が投資型の寄付っていうものをどんどん広めていきたいということで、こういったイベントを開催することになりました。